皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということでどうもさっくんです。まあ新年迎えまして、なんかこれといって特別なことがなくて、やっぱり新年も早々やっぱ加工をやっていかな、気が済まへんのかなということで、依頼の制作をもう追い込んでいきたいと思います。はい、依頼された近鉄の車体、机に持ってきました。でちょっと今更なんですけど、めんどくさくなってきたんで、紙やすりじゃなくてこいつの手を借りますよ。ニュータルので先がこんなやつ、これでいきたいと思います。それではいきます。はい、これで4両のパテの成形終わりました。でついでにヤスリがけで、ここもこのつなぎ目もヤスリがけしておきました。それではですね、この状態を確認するのを兼ねてサーフェイサー拭こうと思います。はい、これでですね、サーフェイサーの付け付けが終わりました。乾燥待ちしてるうちにちょっと寝てしまいまして、晩になってしまったんですけども、まあもう全部湿気なくなったんで綺麗な状態になりました。継ぎ目も、見た感じほぼなくなってるので、ほぼ問題ありません。ちょっとだけ削ってしまった部分もあるんですけど、両先頭は全く、違和感なくできたかなと思います。それではですね、これを
友人の家に届けたいと思います。で、依頼はこれでまあ終わりなんですけど、ちょっと視聴者様から、制作の依頼が来ておりまして、ちょっと、メッセージやら、まあ、コメントやらでちょっと調整これから、していきたいと思います。ちょっと放置してしまってたんで、ここをお借りしてちょっとお詫びいたします。ということでですね、2016年も、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。